誘導と少し車間を空けているんですが、後方から近畿勢が動いていきました。3番の後藤、さあ後藤も上昇していきまして、ここは秋元を叩いていきます。まずは近畿勢が前を抑えまして、2番の秋元は車を4番手に下げました。前後夫人が入れ替わって、ジャン前2コーナーからバックストレッチ、先頭に変わったのは3番の後藤、そして4番手車間を空けて2番の秋元陽太郎、出るタイミングを伺います。金が入って3コーナーから4コーナーに向かうところ、前では3番の後藤もペースを上げていく。さあそして2番の秋元が4コーナーホーム、ここで襲いかかってまいりました。外を通って2番の秋元とここは3番後藤の力比べとなってくるんですけれども、さあこの辺りで2番の秋元が先頭に変わるか、3番の後藤も食いしばっているんですが、マーク陣は離れました。さあ先頭が2番の秋元に変わって、追走が7番の吉田、そして1番の須藤、あとは自力を使って6番の久保田が現在は3番手まで上がってくる。4コーナー回ってきた。先頭は2番の秋元、先頭最後は吉田が捉えたか。